こんにちは、クルーズ客船で働くエリです。今回はですね、クルーになりたいという方から、ダイレクトメッセージなどをいただくことが増えてまいりましたので、そんな方々へ向けてお答えという形で動画を出していきたいと思います。またよくある質問もまとめてみましたので、クルーになりたいと思っている方やクルー興味あるなと思う方、ぜひねこちらの動画を見ていただければと思います。簡単に自己紹介をしますと、クルーになってだいたい7、8年ぐらいになります。まあ、ずっと乗ってたというよりは、降りたりする時期もあったんですけれども、いろんな会社も経験しておりますので、まあ、それなりのお答えはできるかなと思います。ちなみに、クルーになりたいという方ね、プレイリストを作っております。クルーの基本的な生活ですとか、まあ、クルーは楽しいだけじゃないよっていうメッセージも込めていろんな動画を出しておりますので、まだ見られてない方、あと全部まだ見てないよっていう方はぜひぜひそちらも見ていただきたいと思います。自分で言うのもあれなんですけれども、結構いろんな情報が詰まっているので、クルーになりたい、クルーにアプライしたいっていう前にぜひ一度本当にね全部見ていただければと思います。こちらに貼っておきます。ちなみになんですが、私は海外のクルーズ客船でしか働いたことがありません。日本のクルーズ客船は、かなり、ね、日本の企業、日本の会社にのっとったような、採用形式とか、例えばポジションアップしていくのもそうだと思うんですけれども、かなり海外と違ってくると思いますので、私がこれから説明するのは全て海外のクルーズ客船での話だと思ってください。まずよくある質問一つ目ですね、どれくらいの英語力があれば海外のクルーズ客船で働けますか。英語力、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、ある程度会話が成立していれば働くことはできます。ただ、ポジションが変わってきますね。例えば、まあ、ちょっとした意思疎通ができますよ、まあ、会話はできますよっていうぐらいのレベルであれば、まあ、基本的に、まあ、レストランであるとか、フォトグラファーとかスパで働くことは十分できます。ただ、もう少し英語ができるようになるとフロントデスクで働くこともできます。まあ、フロントデスクがいいポジションかって言われると、別にね、フロントデスクの方が上のポジションとかそういうことではありません。給料も、フロントデスクよりもレストランスタッフの方が高かったりしますから、チップとかを含めるとね。あとハウスキーピングの人も結構チップがもらえるので、フロントデスクよりも給料が良かったりするので、そういうんで言ったら別にフロントデスクがいいとかいうわけじゃないんですけれども、フロントデスクになっておくと、まあ、英語のレベルももちろん上達しますし、そこからいろんな部署に行くことができます。まあ、ポジションがアップしていける可能性があるということですね。なので、まあ、フロントデスクを経験しておくとそういう意味ではいいかなと思います。なので英語のレベルはあればあるほどいい、まあ、これは本当に当たり前のことなんですが、英語のレベルがそこまでなくても、意思疎通ができるようなレベルであればスパやレストランで働くことも可能です。英語は本当に喋れません、本当にちょっとなんですっていう方は、英語を、少しね話せるようになってからアプライした方がいいと思います。仕事をアプライする際にこの後ちょっと触れていきますけれども、必ずスカイプ面接、ビデオチャットで面接があります。これはもちろんね、どういった意図であなたは応募してるんですかっていう、意思疎通するのももちろんそうなんですけれども、英語の能力も見て、英語の、まあ、レベルも見ておりますので、そこでね、全く意思疎通ができないと落とされてしまいますので、英語が本当にちょっとしかできませんっていう方はなかなかね、難しいです。年齢制限はありますかっていうことで、あまりに若すぎるとできないですね。確か18歳か19歳ぐらい、まあ、これはねクルーズラインにもよるので、各自応募する際に確認してほしいんですが、まあ、20歳であれば確実に大丈夫です。年齢上はねいくら言っても大丈夫です。私が会った方で、まあ、日本人ではなかったんですけれども、ヘアドレッサーの方ですね。もう孫もいる方ですよ。で、船で昔働いてて戻ってきたとかじゃなくて、もう船に初めて孫ができた後に乗ったみたいな、そういう人たちもいます。もう60代とかですよね、まあ、50何歳とか60何歳でも、チャレンジして乗って、船をエンジョイされている方もいらっしゃいます。まあ、そういう方の場合は経験がありますから、陸でね、ヘアサロンで働いていたとか、まあ、レストランでやってたとか、クックシェフをやっていたとか、そういう経験があっての年齢プラスなので、やっぱ経験ですよね。その自分がアプライするポジションの経験があれば年齢は結構問われないと思います。でよく、まあ、どのポジションからアプライすればいいですかとか、まあ、どこから始めてればいいかっていう分からない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、日本で、まあ、
20何歳の方とか30歳でも何歳でもいいんですけれども、日本で働いたことがある方は、まあ、それをね、バックアップというか、そういう経験があるんだ、プラス英語ということでクルーズ客船で働くのが、まあ最短というか近道かなと思います。ただ、自分は今までレストランで働いてたけれども、私はフロントデスクで働きたいんだっていう方でも、まず、レストランで応募されてみてください。でレストランでやって、例えばフロントデスクの、ポジションがオープンしましたよってなった時には、そのポジションから、アプライすることができるんですね。その例えばバーテンダーで入ったからって言ってバーテンダー一生やらなければいけないわけではありません。フロントデスクに働いたってなって、例えばハウスキーピングに行きたいとか他の部署に行きたいってなれば、そういうふうに部署変更することができます。ただまずはね、このクルーズ客船に乗船する、クルーとして始めるということがまず第一歩なので、皆さんが働いていた経歴をもとに、英語をプラスして、アプライするのが最短かと、個人的には思います。次に、どこからアプライすればいいのか。そもそもね、クルーもう私はね、もうクルーになりたいって決めたんだ、もうクルーとして働きたいんだって思った方ね、いらっしゃると思うんですけれども、そういう方で、まあ、質問が多いのがどこからアプライすればいいの、どこから申し込めばいいのよっていうところなんですが、これはですね、外国人の場合は結構ね、国によってエージェントがあって、そこに登録して、そうするとそこの登録してるエージェントがクルーズ客船の求人を、まあ、クルーズ客船がそこのエージェントに行ってこういう人探してますって言ってマッチングとかしてくれるんですが、日本では私が知る限りでは知らないんですね。何年か前にクルーズ客船の仕事をした際には、まあ、そういう情報は見つけられなかったので、知ってますよ、私使ってますよっていう方ね、いたらぜひぜひコメント欄に書いてください。あのね、クルーになりたい、隠れクルーになりたいっていう方いらっしゃると思うので、そういう方のために、なると思います。そうでなければ、クルーズ客船に直接申し込みですね、これがまあ基本的に一般的でございます。といってもね、基本的にウェブサイト英語ですから、どこからやればいいのっていうことなんですが、例えばカーニバルクルーズでも、ロイヤルカリビアンでもどこでもいいです。もうグーグル時に、例えばカーニバルクルーズキャリアで、検索してみてください。それかウェブサイトの一番下の方とか一番上の端っこの方とかにキャリアっていうのがあるので、そこをクリックしていくと応募できます。ただその例えばキャリアって押した後にどこに行けばいいかわからないぐらいのレベルの英語だったら、ちょっとアプライするの難しいかもしれません。そこはね、もう本当にね、自分で、探して見つけていってほしいんですね。本当にやりたいんであれば、多分それはねできると思います。まあ、キャリアっていうのが、まあ、一つ、文言として覚えておくといいと思います。最初キャリア打ちますで、どんなポジションで働きたいのか、まあ、フロントデスクだったら例えば、まあ、ゲストサービスとかいて、例えばフロントデスクで働きたいんだ、ただその時のオープニングがなければ、その項目は、ブランクというかクリックできないようになっていると思うので、ちょこちょこ検索するしかないですね。ただ、まあ、日本の支社があるクルーズ客船があります。例えばカーニバルだったらカーニバルジャパンとかプリンセスクルーズラインも、プリンセスクルーズジャパンとか、多分プリンセスは、検索したことあったかな、ただあると思います。というのもプリンセスクルーズは、ダイヤモンドプリンセスとかね、皆さんご存知の方ほとんどだと思うんですけれども、日本クルーズをいつもやっておりまして、日本クルーズをやるときは日本人のクルーを多く採用しております。なので必ず、ね、あると思います。ちょっと私まだ調べてなかったんですけど、ちょっと調べてみようかなと思いますね。で、私はまあ何年か前なんですけれども、カーニバルジャパンのウェブサイトを見つけて、働きたい人いらっしゃいましたら、こちらにレジュメ、経歴書をですね送ってくださいっていうのがあったので、そこに連絡をしました。まあ、とりあえずフォワードしてくれるっていうことで、私は自分の経歴書を送って、その方たちがカーニバルの本社に私の履歴書を送ってくれて、で1ヶ月後ぐらいにカーニバルから連絡来て、面接でめでたく採用っていう形になりましたので、そういうふうに日本の支社が、取り計らってくれるところもあると思います。なのでチェックしてみてください。どこの会社がいいのかっていうところなんですが、私今ね、クリスタルクルーズっていうところで働いて、私がいろんなところに行って、うわクリスタルクルーズ働きたい、うーみたいなね、思ってくださってる方もいると思います。ただ、クルーズ客船で、働いたことがないという方に関して
であれば、大型クルーズ客船の方が可能性がかなりあります。まあ、理由は大型クルーズ客船の、まあ、大型グループなので船を持ってる数がまず違いますよね。カーニバルとか、まあ、ちょっとパンデミックでいくつかね、船を売ってしまったりスクラップヤードに送ってしまったりしたので、まあ、数は減ってると思いますが、それでもね、何千トンクラスの、もう乗客3000人4000人キャパシティがある、クルーズ客船を何隻も持っています。そうするとね、働くクルーの人数も比較的多いです。例えば私のクリスタルエンデバー、クルー200名しかいません、ゲストも200名ですね。そうすると、もちろん、そうするともちろん働く人数も少なくなります。で、私、まあ、カーニバルで一番最初働いたって言ったんですが、まあ、どこのクルーズ客船でもやってるか、またカーニバルクルーズ客船でまだやってるかはちょっとわからないんですが、まずアカデミーみたいなところがあったんですね。まずカーニバルクルーズ客船で応募して、ハイヤーされましたっていうと、一つ、まあ、そのところはカーニバルエクスタシーっていう船だったんですが、そこがいろいろ教えてくれる船っていうことで、お客さんはもちろん乗せてるんですけれども、新しくクルーになる人たちがそこにまず行って、そこで、まず2週間船のルールとか理念とかそういうことを学んでいきます。まあ、フロントデスクだったらフロントデスクで使ってるシステムとかそういうものを全て学びます。で、残りの2週間、まあ、全4週間のプログラムだったんですけれども、残りの2週間は、フロントデスクに実際に行って、まあ、シャドーウィングって言って、まあ先輩が働いているところの後ろに立って勉強して、最後の1週間とか何日間は自分がゲストと、対面で働く。で、一番最後にグラジエーションパーティー、卒業式みたいのがあって、その卒業式の時に、あなたはこちらの船に行ってくださいって言って、それぞれ4週間のプログラムが終わった後はいろんな船に送られていくっていう、ちゃんとプログラムが作られているんですね。なので本当にクルーズ客船初めてですっていう方も安心して働くことができます。クルーズ客船、まずそういうところから始めて、そこからまあクルーズ客船、この会社私に合わないなと思ったら変えていくっていうのがいいかなと思います。一回クルーズ客船で働いたらもうそこで経験がありますから、結構いろんなクルーズ客船働くの簡単というか、まあ、初めてそのクルーズインダストリーに入るよりは簡単に働くことができます。なのでまずはそういう大きいクルーズ客船、カーニバルクルーズ客船、ロイヤルカリビアン、MSC とか、ノルウェージャンクルーズとか、そういう、あとはプリンセスですよ。プリンセス忘れちゃいけません。私だったらね、プリンセスクルーズ行きますね。っていうのもその日本クルーズがあるので、日本人のハイヤーする数、多いと思うので、私だったらまずプリンセスクルーズ行くかなと思います。まあ、というわけでちょっと私のね、個人的な話も入れましたけれども、クルーズ客船に乗りたいっていう方ね、ぜひぜひ、私のちょっとしたことをね、こういうことをちょっと参考になったらいいなと思います。で、最後にまだ話すんかいっていう感じなんですけれども、ダイレクトメッセージでいただいてたちょっとメッセージ、コメントで結構ね長文だったので返信できず、返信してなかったらそのダイレクトメッセージ消えちゃったの。まあ、それはいいか。その方が見てればいいなと思うんですけれども、その方はね学生で、英語の学校に行きたいけど両親に反対されてると、まあ、普通の2日に行けみたいなことを言われてるんですけど、エリさんどう思いますかっていうことだったんですけれども、私もまあどっちでもいいと思います。まあ、ご両親の方の位置ことも一理ありますよね。だって、クルーズ客船で働きたいと思って、英語使う仕事に行きたいと思ってクルーズ英語の勉強しました。ただ、まあ、結局はクルーズ客船で働けなかったとか、クルーズ客船で働けたけども、自分に合わなかったとかで、まあ、私の友人にもいるんですけれども、英語科に行ってとか英語の専門学校に行って全く英語と関係ない仕事に就いてる人います。なので、まあ、まだ若いですよ皆さん。だから十何歳だと思います。そこでね、未来を一気に決めてそこで突っ走っていくんだってね、言うのはいいと思うんですけれども、必ずというか、やっぱ年齢が上がっていくと考え方も変わっていくと思います。多分ご両親は、そういうことを見込んでいろんなところに、今後、方向転換した時に行きやすいように、多分普通の、まあ、普通科というか普通の学校に行くように、進められていると思うんだと思うので、普通の学校に行くの全然いいと思います。英語を学びたいんであれば英語を学ぶ方法いくらでもあります。英語の専門学校に行かないと英語が話せない、っていうわけでは全くありませんから、本当に英語を話したいと思っていれば絶対ね方法はありますから、
国語に関してはどっちでもいい、ただ英語が話せた方がいいに越したことはないので、ご自身で空いた隙間時間で勉強してみたらいかがでしょうかということが、回答になります、ね、でもう一つ、あまりね、細かいところを言ってしまうとその方を知ってる方がもしかしたら分かってしまうかもしれない、そんなないと思うんですけれどもと思うので、一応そこを配慮してちょっと情報を変えてご紹介しますが、何だったかな名前、あの日本のどう忘れちゃった、ピースボートで、ピースボートって私乗ったことないんですが、まあ、基本的にボランティアっていうか、まあ休めに乗れる代わりに、乗客がクルーとしても働くみたいな、そういう多分コンセプトだったと理解してるんですが、まあそれで、エンターテインメントっぽいことをしてましたと。で、クルーズ客船、他のクルーズ客船でも、そういう仕事に就きたいなみたいなことを、おっしゃってる方がいらっしゃったんですね。でその方は、まあ、できればクルーズ客船で働くんなら上を目指して働いていきたいみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあ、これに関してはなかなか難しいです。っていうのもエンターテインメント部署っていうものの、まあ、一番トップはクルーズディレクターなんですね。その下がアシスタントクルーズダイレクター、まあ、クルーズ客船によって、まあ、呼び方とかね、もう少しポジションあるかもしれないですけれども、基本的にそうなっています。そうなるとクルーズスタッフがたくさんいる中でそこのポジションに行くにはまず 100% フルエントの英語力が必要ですね。あとはゲストとどんな会話、どんな時にももう本当にこのゲスト全然話すことないじゃんみたいな、もうコネクションがないところから会話をできるレベルの、会話力、コミュニケーション力が必要になります。それプラス、まあ、慕われる人じゃないといけないですね、まあ、ものすごい明るかったりフレンドリーだったり、クルーズダイレクターっていうのは本当にね、いろんなクルーズダイレクター見てきましたけれども、やっぱりかなりオープンマインドで、もう本当に、ね、そういう素晴らしい人がなっていることが多いです、まあ、それって、タレント、一種のタレントですよね。もう持ってるものというかギフトみたいな、まあ、培っていくこともできると思いますが、そういう方が結構なったりするので、英語がまず、まあ、それを全部英語も堪能、全部込み込みにするとかなり可能性は少ないかなと思います。なのでちょっとエンターテインメントとして働きたいっていう方はいいかもしれないですが、そこから上がっていくには、なかなか難しい、ポジションがそんなにないっていうことですね。なので難しいかなと思います。というわけで、クルーになりたい方、少しでもお役に立てたら、今回のビデオがねお役に立てたら嬉しいなと思います。質問のある方ぜひぜひコメント欄で質問ください。私、冒頭に長文の質問とかちょっと答えにくいとか、まあ、いろいろ言いましたけれども多分動画でこういう風に返信することは可能です。文章って難しいんですよ。やっぱ一つの言葉の選びでかなり、変わってきますよね、意味合いが。なの でこの人の人生かかってるかもって思ってしまうと、なかなかちょっとね返信が難しいんですよ。本当にで船に乗ってると時間の関係もあってさらに難しい、インターネットの関係もあってね。なのでもしかしたらこういう風に動画にして返信するのが一番ベストなのかもしれないので、ぜひぜひちょっと個人的なことなんだっていう方はダイレクトメールでも構いません、その瞬間に返信することはできないですけれども、こういう風にちょこちょこ、要望があれば動画にして返答とさせていただければなと思いますので、というわけでまだクルーズ客船のクルーになりたいっていう方、私のプレイリストを見てない方はぜひそちら見てみてください。というわけで、ではまた次回お会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございます。チャオ。